どうも、ペイリアルさんです。TKO 木下。ふぅ<う>。TKO 木下の悪事が色々飛ばれて、芸能界から干された彼は、YouTube にやってきました。YouTube っていつから悪いことをした芸能人を送る犯罪者の島になったの正直ニュース聞いたとき、TKO 木下誰だっけってなりました。で、動画を見て、やっぱ誰だかわかんねえ。誰だかよくわからないですけど、 これだけはわかります。すげえ嫌われてる。最初に出した動画が謝罪動画なんですけど、最初に出す動画が謝罪動画って、なんかいろいろ順序間違ってねえか低評価26万。高評価率2%おめでとう 2>, <laughs> !2 本目の動画で早くも家事サックを利用。早すぎー低評価。 44000。木下さん、ちょっとペースが落ちてますよ。そして昨日出した動画。うう、あんちこめ、うふう、言い訳。低評価。8433。ちょっと木下さん、もう飽きられちゃってるじゃないですか。かわいそうに。思ってもないことを。木下さんの動画は見る価値ないと思いますけど、コメント欄。コメント欄にいろいろな告発があって、まあネットなんでどこまでが本当かわからないですけど、なかなか読み応えがあります。なので、今日はそのコメントをいくつか見ていきたいと思います。 こんにちは。TKO の木下さん、YouTube を始められたんですね。5年ほど前でしょうか。宇都宮駅のミンミン餃子に来てくださり、ありがとうございました。木下さんは美食家なんですね。出された料理にケチをつけ、人が食べるもんじゃない。俺の手作りの方がまだうまい。っておっしゃってましたね。あれから5年経ちましたが、他のコメントを拝見すると、木下さんは美食家としてご活躍されてるようで、安心しました。二度と来んなよ、クソハゲ肉だるま。ミンミン餃子、1674の口コミ。 4.0木下さんの舌はやっぱ我々庶民とは違うのかな私がいた短大の文化祭に来た時に生徒が用意した手作りのケータリングに手をつけずマネージャーさんに「おいカップ麺買ってこい」と。 カップ麺を用意させましたね。それを見た私たちはショックでした。喜んでもらおうと一生懸命作ったのに、せめて、上辺べだけでも食べて美味しいって言ってほしかったです。さすが美食家の木下さん。昔、居酒屋でバイトしてた時に木下さんが来店しました。同伴していた男性がビールジョッキを落としたことがあって、私が後始末をしたのですが、当の同伴者は謝りもせず、木下さんは、ちんたらすんなと割った割には上から物を言う態度に怒りを覚えました。店員にどういう態度を取るかで人の人間性って見えてくるもん、ね なんだよな 新幹線の中家族連れに対してプライベートじゃクソガキボケと怒号を車内に響かせ小さいお子様を泣かせていたのを見て以来いつかこんなことになると思っていましたこういう中途半端に人気のあるやつに限って態度超でかいんだよな埼玉県の某店舗で私がレジを担当していた時に木下さんが来店されましたがカゴを態度悪そうに置くや否や「はよしら!と」と突然怒鳴られましたコンビニ時代にこういうやついましたねなんか何もしてないのにレジに来た瞬間からキレてるやつこ 実は店員をスストレス発散のの道具としかか思ってねえんじゃねええじゃもう18年前になります覚えてますか当時僕は高2でした修学旅行で北海道に行きました函館山に行った時にテレビ番組の収録をしてましたたくさんの人がいる中持ち前のギャグで笑わせてくれました収録が終わりたくさんの人がアクションを求めて群がりましたが丁寧に一人一人握手をしてくれてありがとうございました T.I.M. のゴルゴ松本さん。違う人の話かよ最後に、木下さん。芸能界に干されたからって YouTube に来んじゃねえよ !YouTube はクズ芸能人のリハビリ施設じゃねえからとか、自分より立場の弱い人間にしか偉そうな態度が取れないクソハゲ生きり野郎と言いたいところなんですけど、ぶっちゃけ木下さんは PDR さんにとってどうでもいい存在です。木下さんが YouTube にいようがいまいがどうでもいいです。じゃ、<music> 皆さん、これはいい勉強になりましたね。普段からの行いが良くないと、こうなってしまいます。普段から行動が良く、普段から。TDR さん関節立ちまし興味ある。<laughs> そうじゃないいいございます興味ある人 <laughs> 飛んでってくださいこの動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますコメンろしくレベルアッ皆さんはこの TKO 木の下についてどう思いますかぜひ意見をお聞かせくださいあと前回の動画と1年ぶりにマインクラフトチャンネル更新したのでそれもぜひぜひチェックしてくださいでは